こんにちは、ヤードです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お相手3級の方ですね。対局開始。さあ、やっていきたいと思います。指し手がめちゃくちゃ早かったですが、3級の方ということなんですけれども、このアバター私見たことないので、何かの、漫画かアニメの、アバターなのか、コラボアバターなのか、まあ、それともね、なんか私もなんか全部の自分のそのデフォルトでゲットできるそのアバターをチェックしたわけじゃないんで、もしかしたらその中に入ってたかもしれないですね。なんかそんな気がしてきた。デフォルトかもしれないですね。この可愛い女の子アバター。さあ、これ桂馬跳ねてくるつもりでしょうか。おっと、角道は一回止めておきまして、で、この歩を、まあ取っちゃえるとありがたいんだけど、まあ飛車回ってきますよねっていう話で。さあ、まあ、銀取ってきて一応これ歩打っといてっていうことでいいのかなと思ってるんですけど、一回角チラッと、お、なんか変なことを、よからぬことを考えてますか、この銀は。さあ、どうでしょうか。なんでここで考えるの、この銀。ですよね、引くしかなくないだって。一回角チラッと見せておいて、ちょっと香取りますっていうのを言っておきます。言っておいてみます。で、この銀が浮いてるんで、でね、あのこの2筋の守りもまだ全然っていう感じなんで、まあ、1回飛車で行っといて、で引いて銀に当てましょう。で銀が逃げたら垂らしの歩ですね。これは結構決まってるんじゃないでしょうか。垂らしの歩が、あれ、これでもあれか、あ、OKOKOK 最後ここにちょっと歩打たれてどうだったかなって一瞬思ったんですけど、まあそれと金で引いて取っちゃえばいいですね。問題なかったと思います。さあ今日あと1試合か2試合やっていきたいと思います。さあお相手どんな方でしょうか。お相手2段の方ですね。増田式石田流が、お得意の方ということで、ちょっと最近思うんですけど、なんか石田流に関しても、あの早い石田っていうのがあったりとか、増田流、増田式石田流っていうのがあったりとか、まあ、戦型もね、細かくいろいろあると思うんですよ。そういうのを一つ一つ、こういう風に将棋実況を、させていただいてるわけですから、やっぱり、こう、勉強して、なんか一個一個ちゃんと、なんかその戦型、形っていうのを覚えていかないといけないなっていうのを、本当なんか今更当たり前のことなんですけど、当たり前のことながら、なんか最近感じておりまして、まあ、ちょっとですね、まあ、その辺のことはしっかりやっていきたいななんていうふうに思ったりしている今日この頃でございます。さあ。あ、そっか、角も効いてる。まあ、でもこれ一回金上がっておいて、一応ね、この飛車先、しっかりガードしておいて、今度、そう、棒銀で行きたかったんですけど、これだとちょっと棒銀成立しないんで、で、ここに歩打たれたりすると一回引くしかなくてちょっと悔しいみたいなのは、ありつつの展開になってきてるかなと思います。さあ、これ銀一回ちょっと上がってみて、で、これで、そうっすね。で、これ歩で取ってくるんだったらやっぱり棒銀が決まると思うんで、それはなんかいいんじゃないかなと思うんですけど、で、角で取ってくるわけにもなかなかいかないと思うので、角で取ってくるのかな、もしかして。角で取ってきて、銀で取って、飛車回ってくるみたいな。で、この地点狙って、角で取ってくるんだ、やっぱり。で、この地点狙ってくるっていう、そういう寸法ですね。そういう寸法ですが、これは一回金上がっておきまして、桂馬跳ねてくる。いや、でもこれちょっとビビっているわけにはいかないですからね。これビビるわけにはいかないよね、これやっぱり。もう行くとこは行かないと。桂馬跳ねてこようが何だろうが、もう攻めるときは攻めるっていうのをしっかりね、心に決めて、固い決意でやっていかないと、勝てるものも勝てなくなってしまうので、ちょっとここは勝負を仕掛けていきたいと思いますが、ここは一応、桂頭の銀ですね。で、あ、まあそういうことなんですけど、一回ここ歩打っておいて、角道止めておきますと。まあ、そうしておけば、この金取られたところで王様へ取り返しておいて、その頭に金打たれたところで銀で取って桂馬へ取ってって全部ばらしていけば問題ないと思うんで、で、この桂馬も次桂取りになってますしね。これはそこまで悪くないはず。2分。取ってるよりは桂馬取った方がいいか。はい、これで相手もう攻めてないはずですね。
うん、この辺に金とか銀とか打ってきても王様逃げとけば問題ないですし、ここはここからはもう本当にあとはじっくり、まあ、歩を垂らしていきたいっていう意図だと思うんですけど、逆にこれは利用したいぐらいですね、こっちが。さあ、さあ次このと金飛び込んでいってどうでしょうかという感じなんですけど、さすがにこっちの王様まだ詰まないと思うんで、飛び込んでいきます。そうですね、これ一手間違えると負けてしまうっていう局面だと思うんですよね。取ってなって逃げて、そうですね、やっぱり死んでしまうんで、角打ちかな、角打って銀で角で銀でいきますか。ちょっと悩みましたけど銀でいきます。で金、角、これの桂打ちまでで多分詰んでるはず。一応ここまでは読んでいました。はい、ありがとうございました。あ、よく見たらお相手2段の方でしたね。しし2段の方に無事に勝ててよかったんじゃないかなと思います。今日1試合目がちょっと早めに終わっちゃったんで、もう1試合やっていきましょう。ちょっとですね、3連勝して、なんかピリッとした感じで終わらせたいですね。あ、2段の方ですね。かまいたち戦法っていうのは、僕、かまいたち戦法にはね、なんかすっごい憧れがあって、自分もなんかかまいたち戦法使いになりたいなって思った瞬間が、実はあったりしたんですよね。まあ今でも、望めばそれは手に入ることなのかもしれませんが、かまいたち戦法ね、やっぱ難しいんだよね。あ、やっべ、これちょっとすでにこの瞬間にミスってる説あるか。いや、これ待ってよ。ちょっと待って、間違えた。金上がる。金上がって、いや、ダメだ。一回全部バラすしかない。あ、これでも成立してない。王様逃げよう。これはちょっと間違えた。3連勝してピリッとした勝利を得たいですねみたいな話をしてたのが全然とんでもないことになってる。2分30秒、やばい、角成られるし。ちょっと待って、タンマ、これマジでタンマないんですよね将棋ってタンマでもないしね、待っただしね、言うんだったら言うなれば待っただし。さあこれどうしてくれましょう。これうーん、困ったな、困り果ててるな。これはえっと逃げといて、いやこれまちょっと待って、本当にいやーこれ辛いっすよ。こういう動画も結構出していってるんですよね、私。なぜならなんかそのそっちの方がフェアだなというふうに感じてしまうからなんですけど、別にフェアでもなんでもないというか、2分、ただ恥ずかしいだけなんですよねただ恥をさらしてるだけなんですよね、ここまでの動画になってしまうと。さあ早く引導を渡してくれ、息の根を止めてくれ、君の手で引導を渡してくれ。そんな歌ありましたよね、君の手で切り裂いて遠い日の記憶をみたいな。この試合を早く遠い日の記憶にしてくれ、メリッサにしてくれ。やばい、なんかボコボコ駒取られてるし、やばい、ちょっと笑ってらんない、もう
見てらんない自分で見てらんない。ちょっと待って、さっきまで調子良かったじゃん。いい感じでなんか2段に勝ったりとかしてたじゃん。ちょっと本当に遠い日の思い出をちょっと切り裂かれてますね、今まさしく。これで銀で取られて角で切られてどうなるの。角か、持ち駒角、なんとなくそれっぽいの決まってるけど、もう多分ねこの時点で詰んでるはずなんですよね。そうなんですよ、1分30秒。そうおっしゃる通り、それで詰むよ、多分詰む。あー、そういうことね。打ちで、あ、でこれ角がね、馬が来るもんね。こっち逃げといて、なるほどですね。これでもまだギリ、いやここに銀打ちとかでもう終わりでしょ。いやー、なんか思い出王手とかしておく、思い出王手しておきますか。ちょっと思い出の王手、思い出王手してちょっと最後まで詰ましていただきましょう。はい、ありがとうございましたというわけでですね、まあたまにはこういう勝負もあるということで、これも本当に序盤の序盤ですね。あの最初の、中飛車への対応をミスったっていうので、完全に終わってしまいました。これが、相手が、まあ、端角なのはよくわかんないですけど、ちょっとご機嫌中飛車帳に、来てるっていう時点で、こっちも、歩ついておかないといけなかったんですよね。歩ついて、飛車回ってきて、まあ、なんか金とか上がっといて、で、ついてきたら取ってで、で、ここで角引いておかないと、まあ、歩打ちとか、そうか、垂れ歩とかでね、この角がないとここが数が足りてきちゃうんで、ボロボロになってしまうっていうのをちょっと早めに気づいてやんないといけなかったですね。というわけで、まだまだ勉強することいっぱいあるなというふうに、思いつつ、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。